カキン TV Everyday。 ブンブンハロー YouTube。 どうもヒカキンと、せーの、どうもスカイピース、イエーイ。はい、お願いします。ということで、ヒカキン TV にスカイピースが登場するのは実は初、初めてです。お邪魔します。お邪魔します。嬉しい。それもスカイハウス。はい。うわぁね、あのなんか僕のサインとか、はい、前撮った写真とかね、撮らせてもらってます。セイキンのサインもあります。あります。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今ね、スカイピース側の動画も撮って、はい、1万円企画っていう大食いのやつ撮った後なんで、息が苦しいね。もうなんか苦しくて、だいぶきついっす。で、ほとんど休憩もなしに撮ってますけど今回やる企画は、はい、斉藤さんで出た人に好きな YouTuber はって言って、2組とも出るまで終わりません。すごい企画だ。まあ2回じゃないですかね。じゃあ、あ、2通はね、2通まで終わりじゃないですか。あ、そっか、いける。尺見られるともバレちゃうからな3分で終わってたらそれですね。そういうことですよ、はい、ね、いやでも結構出ないっすよ、そもそも人がきついよな。あ、そう、一応ね、知らない人のために説明すると、斉藤さんってなんかどっかの誰かとつながる通話アプリで、うん、変なやつも多いんで気をつけてください本当に変なやつの方が多いです、うん、そうですねなので、あの、危険なんで気をつけてください。気をつけてくださいね。個人情報とか言わないように。サインには、はい、YouTuber で、ヒカキンさんしか今やってません。そう、なんか化石、化石化石YouTuber 界の結構前に流行ったっすけど、未だにやってるのヒカキンさんだけなんですよ。そうです。それでね、数字を取っていくんです逆にかっこいい、そうなりする。かっこいいんですよ、それが、はい、てか嘘で、僕楽しいと思ってたんだけどねいやおかしいな、ずれてきちゃってるそれでじゃあ、ちょっとね、有名 YouTuber って名前で、はい、なるほど、名前これで、まあ YouTuber 好きを、ん、またまたって思いながら出ちゃうから、うん、確かに、まあ、これいい名前っすね。そう、こっから仕掛けていく。変なやつが出たらすぐ切るんでね、はい、前、ヒカキンっていう名前でやってて、偽物の手伝って言われてましたもんね。そう、信じられないですね、うん、でもね、俺はブンブンとか言うと、あれってなるから、あ、ちょっとそう、ずるいですよね。確かに、わかりやすいですね、うん、じゃあもう、行っちゃいます。早速行っちゃいましょう。うわー、楽しみ。誘導とかしないからね、もちろんね。はい、もちろんね、本当に出てくれっからな。普通のやつって本当出てくんねえんだよな。行きます。これね、男だからもう。あー、あー、なるほどね。ちょっと無限にやるよ。これきついんだよ。もう全然この…これきついでしょ、うん、この戦い何よ。あー、ダメだハロー YouTube。 もしもーし。だからそんなやつ来てる。もしもーしスカイピースイエイ。初めてやっちゃったじゃん初めてやっちゃったじゃんまあもう想像にお任せで。なるほどね。ああ、こういう感じなんだ。なるほどですね。まあまあまあ、切り際にスカイピースやめてくださいよそれ俺じゃないよみたいなそうそうそう悪いの俺じゃないよみたいな。俺は、ああ、こういう感じなんだね。怖っ。バイアスだなこいつ。まあいいや、根気よく行きましょう。これはもう根気よく行くしかない、はい、で、ちょっとね、ヤバくなったらこのカメラなしって方だと、うん、は本当に楽しみたい人がいるから、それで行くしかない。もう広告が流れて売り上げ貢献しまってんだよきちゅうなーこれちょっと待って、やばいあれすごいっすね。やばいやばい、やばい、やりました無限に。まあ、もうちょっとしてダメだったらそっちに切り替えろ。そうですね、こんなダメなんだ。こういう感じ、こういう感じ。慣れてんなー作業。ダメだね、これ無理ですね。へぇー、こういう感じなんで、じゃあ行きますよ。電話しかできないやつね。なるほど、カメラなし、行きます。これだとね、倍以上繋がるんで、多分。多分。ちょっと待って。まあまあまあ。やばいやばい。まあまだつ。大丈夫大丈夫。これ相手切ってるんですか？切ってる。うわ、すごっ。出たらヒカキンさんなのに。そうなんだよ。もう一度。お、いけるか。好きなユーチューバー誰ですか？え、バンユン。ありがとうございました。はい、他はいない。他はいないですね。いないです。はい、ありがとうございました。バンユンの大ファンでしたね。ただ、まあ、他の YouTuber いないですしかももう仕事かのように、はい、はい、はい、ないですすごいね、演者力があるね。すごかった。無駄を省いてバンユンです。はい、それが言わない。すげえ。ということで、
万有出た。すごいね。すごいね。やっぱ万有すごいですね。男女でね。トップユーチューバー。いやいいっすね。で出るね。やっぱね。ですね。聞いてきました。聞いてきました。出る。他はっていうのもちょっとねずるかったね。うん。いやでも全然。あでもあんま出てくんないから。うん。大事だ。二つまで行く。二つまで行きましょう。二つまで行きましょう。行きましょう。楽しいこれ。大丈夫大丈夫。このさっきのあのねスピードで出るなら、うん、まあまあリラックスしててください。いやもちろん出るまでやるんで。全部違う人。これ女ってやって女の子っぽい声でいく？俺が中学生の頃と同じこと言ってますよ。あそう。出ないんだもん。確かに。女性だったらスカイピースって言いそうなんだよな。そうっすね、うん、多いですからね。まあまあ1時間ぐらい、いやそうです、あればいけるでしょ。編集してきます俺。なんでそういうこと言うの。なんでそういう悲しいこと言うの。マジで言うの。生物女とかでもいいんですかね。本当はダメな気がするよな。でもジンタンはな可愛いからな。はい、あるかもしれない。はい、はい、女子力めっちゃ高いんで自分。そうだね。ディオールの化粧水使ってる男なかなかいないですよ。マジで出ねえ。あんじゃないですよ。マジで出ないんだもん。有名 YouTuber って名前なのにな。やっぱり甘く見てたな、ちょっとこれ。それが3人体制でやるとか。ああ、それもありだ。確かに、うん、俺たちも斎藤さんダウンロードして出たところで聞く。そう、出たところで聞くみたいな。それ3倍だ。3倍です。久々だ、これ高校生ぶりよ、ダウンロードすんの。3人体制で行きましょうよ。そうしよう。コールセンターみたいな。完全にコールセンターで仕事です、これ。終わりました。いやはい、できました。よし、じゃあちょっと、かけていきますか。何歳の何にするかが重要よ、これ。俺多分30代男ってやっちゃってんのかな。あ、確かに。年齢そうかもしれない。今、自分たち20代。もしもーし。もしもーし。好きな YouTuber います？え、逆に誰 YouTuber？ うん。だって、そっち夢 YouTuber って書いてるからさ。あ、そう。なんだけど、一応まずね、どんな YouTuber 好きかを聞いてるんですよ。うん、あ、グループユーチューバーなんだ。こう、どうでしょう。まあまあまあ、とりあえず好きなユーチューバーをパンって言ってほしいんですよけど。誰だろうな。あ、朝倉未来。あー、格闘技。ヤンキー系ですね。兄さん。ヤンキーだったな。最初からもう、教えてほしいんですけど。語尾、ケロの人でしたね。もう繋がるね。いや、いきますね、いきますね。5分に1回ぐらい頑張れば。あ、ちょっと。トリプルだよ。ワイプでいます。そういう会社みたいになってる。なんかさ、怪しいことで稼いでそうな。ね、なんかやばい仕事してそう、これ。おもろこの図。これ動画になるときにはすごいいいテンポでいくから。いいテンポですね。はい、実際はかなりやばいです。問題なのはね、今夕方ってとこなんだよ。時間もありますもんね。ああ、もう俺広告のゲーム始まった。もしもし、好きな YouTuber 一人教えてもらえますか？あーんばーい。今なんか学校っぽかったよね。学校っぽかったなんかね、チャンスと思ったらさ。お、待ってよ、俺今、俺から言った。はい、こんにちは。好きな YouTuber を一人だけ教えてほしいんですけど、一人か一組。はい、誰ですか？ YouTuber ですか？はい、エビスチャップですね。もう一人とかいます？もう一人、もう一人 YouTuber ですね。はい、煮卵。ありがとうございました。他にいます？やっぱりスカイピースとか好きだなと思うんですけど。ああ、はい。ヒカキンさん、気まずいっすよ。ごめん、ごめん、だから、ね、ヒカキンはって言ったら、いや、あれつまんないっしょって言われるかなと思って、スカイピースを縦にしてくれました。それもそれ、気まずかったっすよ。はい。はい、優しい子でした。そう、優しい、ちょっと優しい、ちょっと優しい。でもみんないい人だな。いい人ですね。もしもし、好きな YouTuber とかいますか？好きな YouTuber。好きなユーチューバー一組教えてほしい。誰見てるかな。エンタメ系？エンタもう全体でユーチューバー全体でね。ちょっと待ってね。よく見てるのは実況者かな、これは。あ、ケイトっていう人かな。ケイトさん。うん。おお、他に誰かいますか？ちょっとあの古いけど、PDS 株式会社とか。あ、古すぎ。いやいや、全然ありがとうございました。はい、頑張ってください。はーい。 PDS 喜んでるわ。これ嬉
嬉しいっすね。そろそろ出ないと我々ダサい YouTuber になってくる。そうですね、そうですね、うん、これ全然出ないっすね。自信過剰系 YouTuber になっちゃう。これちょっと気づきました。え、僕多いですよね。うん、嘘はつきたくないじゃないですか。うん、年齢入れてないです。年齢詐称ね。詐称、年齢を表示しないみたいのがあったんで設定で、はい、指定なし。あ、そう、指定なしです。オッケー。性別も俺指定なしにしてました。俺も指定なしです。指定なしにしてました。分かんないです、そんなの。人才ちゃんとね、嘘はつかない。嘘つい、嘘はつかずにね、設定してないだけなんです。よし、そっかそっか、テオ君はそういったずるいことをしていたんだ。いや、ずるくないっすよ。ヘイ、好きな YouTuber います？スタートじゃないですか、今のは。今で言っちゃいかん、ダメだったね。いきなりイエーイ。うぜえやつと思われちゃったか。イエーイ。正しい反応でしたよ、向こうは。うぜえやつ繋がったって。こいつうざいわ。よくわかんないトーンだもん。やっちゃったな。上がりきってもないし、学んだから。めっちゃ謙虚にいくから。来ました。手を組んだ。もしもし。もしもし、有名 YouTuber なんですか？好きな YouTuber いますか？いません。一人も。好きな YouTuber いますか？もしもし。僕に聞いてるんですか？あ、そうです、そうです、そうです。好きな YouTuber は…これ誰か。なんだろう。うん。FT さんです。もう一人いますか？もう一人？もう一人だけ。おじこさんです。おじこさん。おじこさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたは誰なんですか？スカイピース。怖っ。ホラーやな。言い方ちょっと怒ってるみたい。スカイピースです。あ、来てる、コール、コール来てます。もしもし。あ、はじめまして。こっちもダメじゃねえかよ。めちゃめちゃ謙虚な。ダメでしたね。男性にイケボは違うから。そっか。はい。かなり高青年だから。ダメか。イエーイもダメか。全部ダメじゃねえか。フレンドリーで行けばいいんだな。あ、来ました。なんでそんな来るの。好きな YouTuber 教えてください。そうですね。ヒカキンとかしちゃう。ハロー斉藤さん。ハロー斉藤さん、ありがとう言ってくれて嬉しいよ。え、本物っすか？今スカイピースと動画撮ってるんですよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとう出てくれて。来た。え？今企画でスカイピースかヒカキンさん、好きな YouTuber を聞いてどっちかが出るまで終わりませんみたいなのしてて。え、マジっすか？そう。だからヒカキンさんって答えてくれたから今ヒカキンさん大喜び。しゃ。誘導してないからね、それは。もう一切してないです。俺が出てます。ありがとう。え、すげえ。ちなみに、あんまり個人情報は言わなくていいんですけど、はい。何歳で、どんな方なんですか？18歳で、今年から大学になりました。おー、おめでとう。おめでとう。どんな動画見てくれてたんですかね、僕の。そうですね、ビートボックスが最初好きで見て、はい。で、そっから、金のトランプでハマって、うわー、今に至ります。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。それだって多分中学高校くらいの時に見たってことですよね。そうです。嬉しい。だって一発目でヒカキンさんが出るって相当好きだから。よかった。すごいよ。え、本当、本物ですか？これヒカキン TV で多分少し先になるんですけど、動画上がるんですけど大丈夫ですかね？いや、全然大丈夫です。ぜひ見てください。嬉しい。すげえ。やったー。すごい。嬉しい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すげー、すげー。これ嬉しいですよね。ね、なんかさ、全然知らんけど、ヒカキンなら知ってるとかじゃなくて、ちゃんと、ちゃんと見てくれてましたね。めっちゃ嬉しいよ。よかった。じゃあ、今日の動画ここまでですね。ありがとうございました。いやー、さあ、スカイピースの人に探すぞ。何すごいっすよね。はい、探すぞ。あ、来ました。好きな YouTuber います？好きな YouTuber います。好きな YouTuber いますか？え？お前ら、つらかった！ハウリングしてるから。有名 YouTuber 同士でつながっちゃったね。有名人で人が来たから。そうそう、チャンス。
めて、あの自作自演やめて、これめっちゃ面白い練習できるね、これじゃすごい。ほら、好きな YouTuber はって言ってこっちで。好きな YouTuber いますか？よし、イエーイ。ダメだよダメだよ、これすごいね、こんなことあんだ、めっちゃ面白いね。そもそもこのね、コールセンタースタイルじゃないと起きないからね、これは。確かにそうですね。面白い、初めて起きたわ。すげえ。気づくまでに時間かかってたから、かかりましたね。あれみたいな、なんかこっちの声入っちゃう、なんかいろいろ足にも入ってんだから、環境してんのだったら面白すぎる。すごい。そんなことあるのか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。有名 YouTuber なんですか？そうなんですよ。なんで好きな YouTuber を聞いてるんですけど、誰かいますか？好きな YouTuber、 最近ハマってるのは、はい、岡田大江ってわかります？あー、わかりますよ。港区3万7千円、はい、岡田大江にハマってますね。ちなみに岡田大江さん以外だと誰かいますか？そうですね、あんまあれなんですよ、見ないんですよね。あー、そうなんですね。もこうさんってか、あー、もこうさん、ゲーム実況。そうなんです、ありがとうございます。はい、では兄さんは誰なんですか？スカイピースです。出た出た、嫌われそのギリがさ。ええってなっもしもし、好きな YouTuber 聞いてもいいですか？コムドットです。え、他にもう一組ぐらいいません？もう一組グループ、まあまあ本当に好きなやつでいいです。平成フラミンゴ。ああですね、うん、ありがとうございます。 Thank you。 え、ちなみに僕らはスカイピースです。惜しい、惜しかったっすね。惜しい、次だったな。でもなら3番目ぐらいには出てた可能性もある。あのね、スカイピース側の動画でも1万円企画で絶対に残しちゃいけないんです。はい、ちゃんと食べきってるんで、うん、そうです、食べきる。これはちゃんと出るまでやらないと。本当に、ただこれはもう運も絡んでくる。いや、確かに。好きな YouTuber 教えてもらえますか？シューゲームズです。シューゲームズさん、噛みました。ちなみにもう一組ぐらいいたりしますか？ YouTuber ですか？ YouTuber です。ライバロリー、結構ゲーム実況系。ゲーム実況、ありがとうございました。はい、これね、斉藤さんのこのゲームにおいてね、スカイピースのファン層とね、全然間違ってないです。かなりの難易度になってきてる。いろんな一応さんいるからな。おじさんっぽい声聞こえたらもうね。確かにそうっすね、若そうな人じゃないと。あ、どうも。あ、どうも。あの、好きな YouTuber います？好きな YouTuber、 誰やろ。マジでパッと今思いついたのがヒカキンしかいない。ありがとうございます。もう一組なんかいます？もう一組、セイキーさん。兄弟でありがとうございます、嬉しいです。え、もしかして、ハロー YouTube。 Thank you、 バイ。たまにいてくれ、さすがさすが、ヒカキンキッズがいてくれてんだよな、やっぱ。いやー、でもさすがっすね。いやいやいや、女性が一回も出ない。女性出ないっすね。女性出たら多分俺っていう人まずほぼいないからさ。え、そうなんですか？かなり低確率な気がする、この年齢層で。あー、うん、どうした？もしもし。あ、ちょっと俺全然出ない。好きな YouTuber 教えてください。好きな YouTuber、 うん、あなたは桜みくる。あー、もう一組ぐらいいますか？もう一組、誰が好きだろうな。 YouTuber 誰があんまり見ないけど、うん、東海オンエア。あー、東海。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、変で。うわー、そうだね。東海さんか。でもここで初めてだもんね、東海も。確かに。そうですね、東海初めて。いかに厳しい戦いか。いや、そうですよ。いや、本当に、ね、いっぱいいるんだから。さあ、よし、よし、ついにだ。好きな YouTuber。 なんで期待はしない方がいい。しない方がいいっすね。俺来るかなってもう思うようになっちゃって。多分ってないのに。多分聞いてないよね、あれね。聞いてないんすよ。おかしいな。まだ俺のね、イエーイのがまだよかった。まだよかった。聞いてました。まだ聞いてもらってもらうから。あ、来た。好きな YouTuber います？あ、います。お、だ、誰ですか？え、あ、まあプレイヤーキル大好き、プレイヤーとか。ゲーム？ゲーム、
ああ、ちなみにヒカキンさんですか。なんで声が出てるなって。おー、よく言われます。あ、よく言われますか。ありがとうございます。バーイ。結構ね、やっぱゲーム好きな人多いね。そうっすね、やっぱりちょっと年齢層スカイピースっていう雰囲気ないもんね、絶対。やっぱ出た瞬間に、うん、あ、来ました。好きな YouTuber います？好きな YouTuber ですか。お、女性、はい。あ、こんにちは。こんにちは。あの、こんにちは。好きな YouTuber 教えてほしいんですけど。好きな YouTuber、ヒカキンさん。すげえ。そう、なんかもう一人、一組でも。もう一人、誰かいる？あ、待って、二人いる今。あ、二人います。お、一人ずつ。まずじゃあ一人目の君、もう一個、もう一組。なんだろう、フィッシャーズフィッシャーズ。じゃあ、もう一人の方。コムドット。おぉ、新世代系ね、若い感じね。どちら様でしょう。ブンブン、ハロー YouTube。 ブンブン、ハロー YouTube。 お？本人ですか。スカイピースです。え？本当ですか。ヒカキンさんとスカイピースです。おぉ。信じられてない。惜しい。うわぁ。女性だときのテンションの上がり方やめてください。普通に純粋に斉藤さん楽しんでる。そういうわけじゃない。レアだったからね。惜しい、惜しかったっすね。本当に来た時の嬉しさやばいよ。やばいっすね、やばいっすね、こんだけ冷めたら。好きな YouTuber 聞いてるんですけど。あ、好きな YouTuber、いっぱいいますよ。あ、あのね、じゃあ2組限定で。あー、ちょっと、ちょっと、選べないな。特に好きな2組を。特に、いっぱいいすぎて、ちょっと困っちゃうな。そん中からも、ほら、やっぱり、まあ、最近、好きな人。よく見てるって言ったら、なんだろう、いい人がいすぎて。いいことだね。その中でも、もうパッと頭に浮かんだ人でもいいですよ、好きな人。可愛いと思った人だったら、キリタンポ。可愛いですよね。じゃあ次は男性行きますかね、もう一組。もう一人、見られないすごい迷って。ごめんなさい。いいことですよ、YouTuber。本当にたくさん好きでいてくれて。なんかそういうのになんか携わってたりするんですか。やっぱ2個目を答えてもらったらね、話したいですね、はい、えもしかして、ちょっと待って、この声って、誰だと思ってます。そう、マジ、ヒカキン。どうでしょうか。ズバッと、あと一組。マスオ TV。 ありがとうございます。もしかして、僕ら、あの、ヒカキンとスカイピースです。はい、ありがとうございます。本物ですか。本物です。本物です。本物です。本当に、マジ、かわいい。ありがとうございました。いつか動画上がるんですか。大丈夫ですか、動画出て。大丈夫です。ありがとうございます。これ本当のガチ。本当、嬉しい。それは多分動画が上がったらわかるでしょう。楽しみにしててください。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、すいません。なんか、あの、たらいいんですか。わーい。面白かったですね。車通ったみたいな。来てほしかった。うわ、言われたかったな、今の。行きたかったね。行きたかったわ、今。いや、嬉しいことでしたね。いや、嬉しいね、すごい。たくさんいたんだね。好きな YouTuber 教えてください。好きな YouTuber？ はい。好きな YouTuber は、最近はなんかネジ君とか見てます。あー、ゲームね。なるほど。もう一組言うとしたら？もう一人か。うん、スカイピースとか。やったやった、やった、よっしゃ。スカイピースだよ。せーの、どうもスカイピース、イエーイ。うわ、ありがとう、ありがとう。どんなとこ好きなの、スカイピースの。本当にスカイピースね。
本当だよ。スカイピースだよ。スイスイン。スイスイン。テオくんとジンタンだよ。本当だ。おえ。スカイピースのどんなところが好き？なんか明るくて面白い方が。嬉しい。明るくて面白い方が。どっちか方が好きってこと。僕チャンネル登録今するんで。してないんかい。助かった。してないんかい。してないのに上がってよかった。動画撮ってるんですか。撮ってる。使っても大丈夫？全然いいっす。ありがとう。全然いいっすよ。僕よければ TikTok もお願いします。あのちなみにヒカキンもいるよ。ビートボックスバトル。よーし。ブンブンプツ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 ブンプツプツプツ。なんで俺の名前言ってくんなかったの？いやなんかヒカキンこういう動画撮ってたからなんか。お、見てくれてたんだ。はじめ社長と。お、うん、見てくれてる。そうそうそう。ちなみにスカイピースの動画で一番好きなのある？あれだな。なんだっけ内容。どんな感じの内容？コラボだよね、コラボなんかコラボっていうか、あのピザの録音したやつ。録音した音声だけでピザ頼むやつだ。今僕もこれ動画撮ってるんですけど、TikTok 上げていいですか？やっと、やったな。まあ上げて、まあ、あんま上げない方がいい、ネタバレになっちゃうからな。うん、約束ね。約束。めっちゃ約束、みんなで一番幸せ。これだ、声だけだったらなんか、1コール目でこれなんですよ。あ、すごいじゃん、うん、すごい。あの、変な人いるから気をつけてね。うん、気をつけます。ありがとう、頑張ってね。ありがとう。またお会いしたらお会いしましょう。はい、お会いしたらお会いしよう。ありがとう。ありがとう。やったー。マジで嬉しい。やりました。なんかね、やりました。ゲームのね、レジェ君からの、うん、あ、これまた他のゲームの一口やなと思ったら、うん、ちゃんと来たよ。使いよかった。少ないコールで俺ガスタは。そうじゃん、俺ら発狂してたもんね、もう絶叫。よっしゃー。向こうからしたら意味わかんないからね。よっしゃーとか言って、スキーピースいやーバキバキってクラスのみんな一番しようぜ。一人いたな、後ろに一人いた。でもすごいよね、誘導ゼロですから。はい、ですね。ちゃんと全部、はい、嬉しい。ダメなことはダメで、本当に嬉しいっすね。時間かかったな。さあ、ちゃんと時間かかったな。でも声がね、めちゃめちゃ若かったよね。もう若かった、若かったね。小学生、中学生ぐらいの、うん、学生ぐらいな感じしたけど。いやー、いけるんすね。俺ら持ってるなぁ。いやー、マジで。本当によかった、ね、いっぱいいんだから、YouTuber さんって。いっぱいいるよ。ねえ、完璧にちゃんとリアルできたから。めっちゃ無事っすね。ね、YouTube 頑張っててよかったっすね。よかったね、うん。年齢層がなかなか難しい中。ねえ。いやー、ありがとうございます。嬉しい、やったー。1時間ちょい、はい、ずっとコールセンターやってましたけど、3人がかりでね。ね、一番面白かったのはここで繋がったから。すごい。いやー、まあ、でもこれからも我々さらに人気向上を目指して、はい、またいつかやりたいっす。やりたいっす。この地獄の企画を。そうっすね。いやー、ありがとうございました。ありがとうございます。それでスカイピースのチャンネルの方では、あのコンビニで1万円分買って全員で食べきるという企画やってるんで、ぜひご覧ください。お願いします。グッドボタン、チャンネル登録、そして SNS のフォローもお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バイバイ。やったー、やりました。登録。